皆さんこんにちは、コウサクです。はい、今日は11月にやってもらったオンブレシェーディングの、タッチアップに来ました。Just a little bit of the tail、mm-hmm. and then one little circle here, but that's good. So exciting!、Mm-hmm. はい、タッチアップがそもそも何かと言いますと、5週間前にやってもらったオンブレシェーディングの眉毛が、5週間後に縮んできたり、色が定着しなかったスポットなどが出てくるので、それを修復するという作業だそうです。左右対称になるように前回同様マッピングをしてもらっているところです。はい、先ほど私が説明させていただいたタッチアップの内容に関しての説明を、こちらのアーティストリンダさんが英語で説明してくれています。 Basically, what's touch up? So the touch up, I have to fill in the whole eyebrow just to push the color down, and then that's what will blend it all together. Because right now it's patchy.シカゴにお住まいでオンブレシェーディングに興味がある方は、リンダさんの連絡先を残しておくので、私の名前を伝えてアポを取ってください。今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。